ギュスターブ・デュシェーヌ・ド・ベルクールは、フランスの外交官で、初代中日フランス帝国領事。1858年の日仏、修好通商条約に基づいて、日本に派遣され、1859年から1864年まで、その職にあった。1857年、デュシェーヌ・ド・ベルクールは、ジャンバティスト・ルイグロのもと、 中国派遣フランス外交団の秘書官となった。この時、アロー戦争に参加している。1858年には、グロと共に、日仏修好通商条約の交渉のために来日している。日仏修好通商条約の批准書将軍に届けるために、江戸城に向かう牛シェーヌド、ベルクール一行。 1860年2月4日、1863年7月2日、生麦事件賠償交渉のためのフランス軍艦、セミラリス上での日英二会議。手前、フランス通訳、ブレクマン、幕府通訳。こちら向き、三人の神奈川奉行、フランス講師、ギュスターブ・デュシェーヌ・ド・ベルクール、若年寄り、堺忠氏英国海軍、オーガスタス・レオポルド・キューパー・テ督。トク。 フランス海軍バンジャマンジョレステートク、イギリス大理工士ジョンニール。翌1859年、デュシェヌ・ド・ベルクールは再び、日本に派遣される。日本到着は9月6日であり、初代の在日本フランス領事となった。彼の通訳は、ジラール神父が務めた。1860年、フランス総領事館として利用していた住会寺の前で、 デュシェーヌ・ド・ベルクールの召使いが襲われ、重傷を負うという事件があった。1861年には公使に昇進。幕府に対する姿勢では、英国公使であるラザフォード・オールコックとおおむね一致していた。ヘンリー・ヒュース検察外事件の後は、抗議のためオールコックと共に一時公使館を江戸から横浜に退去させた。1863年には、 生麦事件の解決交渉に関わることになる。デュシェヌード・ベルクールは中国における西洋諸国の介入例霊を見ており、日本との外交においても武力を使用することに賛成であった。1863年7月20日のジョレス率いるフランス海軍による下関砲台攻撃、同年8月のキューパー率いる英国海軍による 鹿児島砲撃のいずれをも支持している。しかしながら、彼の抗戦的な姿勢は、フランス本国政府からは批判されることとなった。当時フランスは、他の地域で重要な軍事的懸念を抱えており、日本との摩擦は避けたかったのである。生麦事件の交渉の後、デュシェーヌ・ド・ベルクールは、次第に、新幕府的な立場を取るようになった。 1863年秋に幕府は横浜の砂糖を言い始めたが各国の公使がこれを拒否する中デュシェーヌ・ド・ベルクールだけは理解を示し横浜砂糖団パン施設団の派遣を支援した。1864年デュシェーヌ・ド・ベルクールはその任務を公認のレオン・ロッシュに譲ったが老中はフランス政府にデュシェーヌ・ド・ベルクールの留任を嘆願するほどであった。 このため、ロッシュも、幕府と、親密な関係を築くことができ、フランスは、幕府の政策により、積極的に関与していくことになる。デュシェヌード・ベルクールは、その後総領事として、チュニスに派遣された。その功績により、レジオンド・ヌール勲章を受賞した。ありがとうございます。